はい、本日はですね、こちらノースフェイスの7年着用したパンツを新たにまた買い足しましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。その名をですね、そうアルパインライトパンツということで、もうノースフェイスのパンツで一番有名なパンツなんですかって言ったら、もうこのアルパインライトパンツなんですよ。でこちらね、購入したんですけども、まあ、分かりやすくね、完全に色が薄くなっております。このタグついてる方はもちろん新品なんですけども、このね7年前から履き続けてる方というのは、もうこんだけね、同じブラックでも色が褪せてきております。でこんな汗るぐらいまで履いてですね、まあ、ケツの方にはね毛玉とかもいっぱい出てきてますが、まあ、思い出のね詰まってるパンツになってるんですけども、さすがにですね、もうジップがねこのようにも壊れてきております。だからね、長いこと履いたんやけども、さすがに外履きではねちょっと厳しくなってきたかなということで、今回全く同じモデルを新調しております。ということでね、本日の流れとしてはですね、まずはこちら着用していってね、サイズ感を見てもらいたいなと思います。以前まで僕 M サイズやったんですけども、一応今回 L でね購入してみました。まさにちょっと太ったっていうのもあるし、まあまあしゃあないかなということでね。でその次にまあ特徴とかお話してって、やっぱこれ7年履いたけどもう一回買い足すぐらいいいとこってこれなんですよっていう話をね、僕の独断と偏見でさせていただきます。そしてね、本当にこれめちゃくちゃいい万能パンツなんやけども、とは言いながらも合わない人もいてますので、まあ合わない方っていうのは多分こういう方ちょっと合わないかもしれませんっていう話と、おすすめの人で終わっていきたいなと思います。最後ね、値段言って終わりたいなと思いますので、まず履いていきたいなと思います。こちら下の画角もね、ございますので、この下の画角のところで、見ていただこうと思います。では履いてみますね。はい、ということでね、履いてみました。まあ、こんな感じでね、細い感じですね。分かりやすくちょっと今インしておりますけども、こちら L サイズで着用しております。特にまあこういった今パンツはね細身になってて、スニーカーがね他をねおねのスニーカーなんで、こういったなんかトレッキング用っぽい、靴とかと合わせると登山のようなイメージでも履けるやろうし、まあ、ローテクスニーカーとかね合わせるとこう街中とかでも合わせれるかなと思うんですけども、こういった感じでめちゃくちゃ綺麗なね、足のラインが綺麗に出るパンツになってるんですけども、これがサイズ感ですね。だから細身な感じになってるんですけども、あとね特徴でも言おうと思ってるんですけど、めちゃくちゃストレッチ性あるんですよ。でこの体勢はね、試着室でしてくださいね。服買いに行って店員さんの目の前でこういう体勢したらね、だいぶ気持ち悪がられますので、試着室でこうやって、あ確かにこれ伸びるなっていうので普通な顔して前出ていてください。で店員さんに、あこれ伸びますねとか言って言ってね、さっきのこのスタイルはちょっと見せんようにしてくださいね。で以前までのモデルと違ってですね、以前までのモデルってこの右足の方にこのノースフェイスのねロゴがあったんですよ。ただ今回の方は左足の方にねついてますね。でそれと色がねグレーから白にね変わってますね。よりノースフェイスっていうロゴがこう目立つような感じになってるんかなと思うんですけども、以前の方がねちょっと目立ちにくかったんですけど、今回結構目立つような感じになってますね。ではね、このインした状態でねお送りしていこうと思います。ちょっともうマイクとか入れますので、ちょっとここモコモコしますがお許しくださいね。ではね、なんで皆さんこのアルパインライトパンツを何本も何本も買うかっていうのがですね、まず一つ目がですね、めちゃくちゃ履きやすいんですよね。とにかく細身になってるのにもかかわらず足がこんなにも上がってくるんですよ。で僕結構足硬いからね、そんなに上がらへんねんやけども、ほんまにスポーツとかもね全然できるぐらいやし、普通ってねだいたいこの状態ぐらいかここ突っ張ってくるでしょ。で突っ張ってきて、これ以上行くともうビリビリっていう状態になるけども、こっからまたさらにまた下まで行ってもね全然大丈夫やし、この状態でちょっと揺らすことでねポジションをチェンジしていくっていうスタイルもあったりするんですけど、まあ、こういった形でポジションを整えていくと。だからこのパンツってね、意外とその登山用とかとして作られてるのは作られてんねやけども、こう自宅でね履く用のパンツとしても活躍するんですよね。だからこうゴロゴロしてたりしてもこう窮屈感もないし、ほんでもってね、誰かがピンポンって鳴らしたり、奥さんがねちょっとあんた出てよって、私すっぴんやから私あんた出てよって言われて、俺もこんな格好してんのにとは言いながらもね、このアルパインライトパンツ履いてれば、まあ、上パッて聞いたらね、あはいはいってちょっとこじゃれた感じで出れるじゃないですか。そういった意味でも夫婦の仲も良くなれるパンツということになってますので、ちょっとこう郵便とかで受け取る際にはね、ちょっとスウェットで出たらね、お前ずっと寝てたんかよと、今日休みの日やけどもお前そんな情けない格好してたんかって郵便局の人に思われるから、アルパインライトパンツ履いとくことで夫婦間も円満になるし、宅急便のおじさんも、あここおしゃれな人なんやなって思っていただけるんじゃないかなというのがね特徴になってて、その次がですね、やっぱりこれね取り扱いがめちゃくちゃ楽なんですよね。何っていうとね、このパンツで気をつけなければならないことってほぼないんですよ。もうとにかく洗濯物なんかはこのままぶっ込んであげればいいし、別にネットに入れる必要も特にないし、ほんでもって結構乾きも早いんですよ。だからこれからあったかくなるシーズンとか暑くなるシーズンとかやったら、ほんまにちょっとパッと洗ってパッと干しといたら、ね、すぐもう乾いてくれるから、取り扱い
扱いがめちゃくちゃ楽というのもね、毎日使ったりとか結構頻繁に使えたら大事になってくるんですよね。だからこれはもうノースフェイスの中でもかなり履きやすさでもあるし取り扱いも楽っていうところでね、まあ、人気のパンツになってて、まあ、僕自身もねよく履くことが多いんですけども、そういったパンツになってます。じゃあね、次はね、お前何が問題なんと、そこまで悪いとこないんやったら問題ないじゃないかと思うかもしれないんですけどもね、まあ、確かにね大した問題っていうかデメリットはないんですよ。微妙なとこどこって言われたってそんな大したことないんやけども、まあ、気になる人とかやったらこれを例えば街中で履きたいっていう方も結構多いんですね。だから登山で履く分には全く問題ないけど、街中で履こうと思うとこのちょっと膝のところのロゴがちょっと目立つのが嫌やなっていう方もいらっしゃったりだとか、ちょっとやっぱ登山っぽい雰囲気が出ちゃうのが嫌だなっていう人も、ね、いらっしゃったりはするんですけど、まあ元々はね登山用のパンツとして出されてるってこともあるので、まあまあ仕方ないかなと思うんですけども、僕の視聴者さんでね登山やってはらへんけどもこのパンツ持ってはる方ってめちゃくちゃ多いんですよ。だから登山向けに作られたパンツではあるんやけど、もはやもう街中で履く人も多いっていうぐらいね使い勝手のいいパンツになってるんで、まあ、デメリットはほぼないと思ってもらって結構かなと思います。ただ気をつけなければならないポイントっていうのはやっぱり穴開きですよね。このナイロン系のやつってそれは確かに乾きも早いし丈夫なんやけども、どうしてもね摩擦とかに弱いんで結構吸ったりとか、あと火とか火花とかもうそんなまま一撃でやられます。だから例えばバイクとかに乗ってたりとかしてこう一瞬でもねマフラーのとこピュッと近づけたらもう溶けていきます。ビチョビチョビチョ溶けていって穴開いてくるんで気付けなあかんし、もちろん焚き火なんかこんなんでしたらもう穴だらけになりますのでね、まあ、それはちょっとやめた方がいいかなと思うんですけど、そのあたりは最低限のまあちょっと注意事項かなと思うんでね、洗濯するときはもう極力乾燥機とかにかけちゃうとやっぱ傷みやすいっていうのもあったりするんでね、まあ高温の乾燥機にはかけないようにした方がいいんかなとは思います。ということで、じゃあ次はおすすめの人、どんな人がおすすめなんですかっていうと、はっきりとこれも全員買うべき、もうここ見てくれてる方はねとりあえず持ってないですなんて言ったらもうあかん、もうとりあえず持ちなさい、僕でもアルパインライトパンツ持ってないんですって言ったらそれもタクゾーの視聴者じゃないっていうことで、でも僕はアルパインライト持ってますよ、それタクゾーの視聴者やないかと、完全にそれタクゾーの視聴者やねんっていうことで、僕の動画見てようが見てまいがアルパインライトパンツをとにかく買ってください。それぐらいねめちゃくちゃ使えるし、足通してこのポジションを確認する時の動きをやってみてください。あ、これかと、タクゾー言ってたのこれですかと、アルパインライトパンツって山用でもあるんやけども、街中のメンズ用としてこの確認ポジションの確認ができるパンツなんだなっていうのをね覚えていただければもうこれ以上言うことはないかなと思いますので、まあ、僕は7年前に買ったパンツもこうやって現役であるんですけども、やっぱり細かい部分っていうのはね最初見てもらった通りジップのところがちょっと壊れて始めたりとか、ね、あとはそのボタンの部分がちょっと変色してきたりとかっていうことはもちろんねあるんですけども、まあまあこの辺はね仕方ないと思います。まあ毛玉ができたりだとか、やっぱナイロンやからこうどっちかって色が褪せてますよね、薄くなってるっていうよりかは褪せてる。例えばGパンとかやったらねこれが経年変化って言われたりしても、あ、なるほどなって思ったりするんやけども、やっぱナイロンのね色の褪せ方ってもう完全に褪せてるとしか言いようないんです。だからまあ経年変化というか、まあ褪せたなっていう感じはあるんですけどもね、まあ言うたってね最後価格に行くんですけど、値段的にもね16,500円ってことなんで、15,000円の消費税やったら3回飲み会ね我慢していただければ問題ないと思います。その後お姉ちゃんとこ行くとか話があります。ちょっとお姉ちゃんとこも行くんですってなったりしたら、うん、ちょっと飲みに行ってお姉ちゃん代やったらまあ15,000円、6,000円はかかるから1回で買えるかななんてあったりするんですけどもね、まあ、もしこれを見てくる方が奥さんと一緒に見てはったらね、お姉ちゃん代そんなすんのってバレたりするかもしれないんですけども、まあそんなことでとにかくちょっと飲み会やめたらねすぐに買えるパンツになってますんで、まあ、この辺は買っといて間違いないかなと思います。で、特にブラックはもう買っとってもとにかく間違いないんですよ。パンツのブラックなんか誰でも合わせるしね、何も考えんでもいいから、まあ一着いかがですかということでね、本日はアルパインライトパンツの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。